待ってなさい、姫神。やっぱり来たのね、姫神。この間はごめんなさい、ちゃんととどめをさせなくて。痛かったよね、怖かったよね。だけど今度は大丈夫、もう失敗はしないから。待って、うちらは姫神さんを助けに来たんよ。助けに？あなたたちが私を救う？面白いこと思いつくのね。面白くなんかない、アリスたちは本気なの。残念だけど私は救ってほしいなんて思ってないわ。どうして？気が遠くなるくらいの長い時間ここにいて、醜いものや汚いものたくさん見てきたわ。それで分かったの、私の中にも恨みと憎しみがいっぱいに膨らんでいくのが。私はもういい子じゃない、現世には戻れない。私ね、ずっと考えてたの、なんでよみがえりなんてあるんだろうって。更生プログラムなんていらない、悪い子はずっと地獄に閉じ込めておけばいい。だから壊してしまうの、この塔もシステムも、あなたたちも私も全部一緒にね。壊す？そんなのダメだ。私たちはみんなで生き返るって誓ったんだから。私あんたとは戦いたくないって思ってた、だけどそんなことは絶対にさせらんない。私はあんたを止める。ここまで来たこと無駄にしてたまるもんか。何しに来たの？無駄だって言ってるでしょ。オペレーションアシスト、コール立て直し。気持ちええわ、ほどきやす。おおきい、あら、うちに興味あるの？休んでていいよ。弱くしちゃおう。もう痛くないの？あなたの心の嘘、今の私になら分かるよ。もう騙されないから。キサラギ強化、行きます。騎士、そんなバカな。ユコンが全部直すよ。届いて。痛いの飛んでけ。
ル艦純白無垢のカンタレラ。奥義バトブレイク。
ルコンが全部直すよ。届いて痛いの飛んでけ。ほどきやす見えた。バッケン五色ルーム。守りを固めろ。防御力超アップ。ユコが全部直すよ。届いて痛いの飛んでけ。特大のイカズチ、くらいだ！うわぁ！チチンプイプイ、大丈夫？辛くない？純白無垢のカンタルロ。奥義バトブレイク。
せねえ。うわ、負けられねえよな。特大のイカズチ、くらいだ！ついただろ。私たちはもうあんたと戦いたくない。姫神さん、もうやめにせえへん？そうだ、姫神も一緒に帰ったらいいじゃんか。ダメ
この塔からは脱出させない。みんな一緒に死ぬの。待って、姫神さん、待って。ミュウ先生、私ずっとあなたに謝りたくて。あの時、筋金入りの悪い子たちの中であなたはとても素直で頑張り屋さんで、だから私あなたに甘えてた。自分にかかるプレッシャーを全部あなたに押し付けて。やめて、言い訳なんか聞きたくない。言い訳じゃないの、これは懺悔。生徒を見捨てた最低の教師の、あなたが脱走してようやく自分の罪に気づいた。だけど自分ではどうすることもできなくて、この塔でただ時を過ごしてきた。だけど見てて気づいたの、私にできること。ねえ姫神さん、もう一度この塔を登らない？二人で。もう絶対に裏切らない。私は命に代えてもあなたを守るから。ミュウ先生。大丈夫だから。みんな、それに先生、意地悪してごめんなさい。あなたたちはちゃんといい子になれたんだね。姫神さんのシステム介入がセキュリティに探知されたのね。すぐに委員会が違反者を処罰しに来るわ。そんな、ほな、はよ逃げんと。姫神、ミユ、早く行くぞ。私は、行かないわ。バカ、何言ってんのよ。早く行かなきゃ捕まるんだってば。そう、私は罪を犯した。だから捕まるの。罪を乗り越えたあなたたちとは一緒に行けない。だけどこんな大規模なエラーを発生させた罰がどれだけ重くなるか。それが私の責任だから。それは私も同じね。姫神さんの引率教師としての責任がある。私はこの子と一緒にここに残るわ。君たちは早く先へ進みなさい。そんなことできるわけねえだろ。泣かないの。姫神さんは私が責任を持って現世に送り届けるから。またいつか現世で会えたら、その時はお友達になれるかな。そんなの当たり前でしょ。いっぱいいろんなところ遊びに行こうね。姫神ならすぐ来れるはずなの。ありがとう、みんな。
ねえ、やっぱり男の人ってエプロン姿とか好きなわけ？だってさ、私料理なんてしたことなかったし、エプロンも持ってないから。え？エプロンじゃなくて裸エプロンが男のロマンって。バカ！怒るからね！って、あれ？あやだ、じゃがいもがなくなった。おかしいな。なんか煙出てきたんだけど、あんたタイムタイム！ようやく完成したわ。お待たせ。これが特製カレーよ。お金がないからビーフじゃなくて豚バラだけど、食べてくれるよね？ありがとう。私ね、今まで避けて通ってきたことたくさんあるんだ。貧乏臭いとかかっこ悪いとか。だけどこれからは違う。一緒にいろんなことを経験したいんだ。だからよかった。